こんにちは、Bレジェンドの辻本です。今日はシンニングの手幅のバリエーションについて解説させていただきます。Bレジェンドの公式 LINE ではお得な情報を配信しておりますので、概要欄からチェックお願いします。今日はシンニングの手幅のバリエーションについて解説させていただきます。以前の動画でシンニングの順手と逆手の違いについて解説動画を上げさせていただいたんですけれども、今日はこの手幅によっての違いっていうところを説明させていただきたいと思います。シンニングはですね、皆さんもご存知の通り、自重のトレーニングの中、背中のトレーニングの中でも非常に負荷が強い種目になっています。私自身もシンニングは必ず背中のトレーニングでは行うようにはしています。その時にですね、トレーニングの際でも手幅を変えることによって背中の刺激を変えたりすることがあるんですけれども、今日はそういったところを解説させていただければと思います。ではね、通常のシンニングから説明させていただきます。通常はですね、肩幅よりも少し広めですね、拳1個分ぐらい広めに握っていただいて、足を後ろに組んで骨盤少し前傾させながら体を引き上げていくと。これが、通常のシンニングになります。で、ワイドグリップといいまして、通常の手幅よりも広く握る場合ですね。通常の手幅よりも広く握る場合で、行うシンニング、と、逆に通常の手幅より狭く握る、ちょうど肩幅ぐらいで握るシンニングですね。少し刺激が変わってきます。順手と逆手の時にもお話ししたんですけれども、基本的には、広背筋、背中の広背筋と、僧帽筋ですね、肩甲骨周りについている、筋肉と、この上腕ですね、腕の筋肉っていうのが、関与されるんですけれども、手幅を広くすることと狭くすることで、一番の大きな違いっていうのが、この肘の曲がり角度になります。手幅を広く握ると、上体を上げた時に肘の角度っていうのは、曲がり方がそこまで曲がってこないんですけれども、手幅を狭くすると引き上げた時に、肘の角度がぐっと曲がってきます。ですので、大きくはですね、狭くすると肘が曲がるということは、腕の筋肉も収縮しやすくなるので、腕がより使われるというところになります。あと、少し細かい刺激になるんですけれども、広く握ることによって伸ばした時にですね、この広背筋がすごく伸ばされます。で、ここにつっている大円筋という、背中の筋肉なんですけれども、ここもですね、刺激されるんで、少し、背中のこの外側っていうところに、刺激が入りやすくなります。逆に手幅を狭くすることによって、肩甲骨ですねがぐっと縮みやすくなるので、僧帽筋ですねを含めた、内側の背中への刺激っていうのが強く働きます。さらに、前回同様ですね、これを順手逆手っていうところでバリエーションをするなら、逆手にすることでですね、筋肉の距離が伸ばされます。ストレッチされる状態になるので、順手逆手にすると広背筋が伸ばされて、さらにそれを距離を広げる、この
逆手で少し、まあ、広めに握ることで広背筋は、まあ、しっかりストレッチされる状態に、まあ、なりますので、広背筋のストレッチの刺激を強めたい方は逆手に握って少し広めに握るっていう風なバリエーションも、まあ、おすすめです。まあ、逆手で少し広めに握ります。でこのままうっとしっかり落とす。まあ、こういった形で行うと、広背筋の刺激も、まあ、変わってくると思います。ということで今日はですね、チンニングの手幅のバリエーションについてお話しさせていただきました。まあ、チンニング一つにしてもですね、手幅であったり、まあ、グリップの握り方であったりで、背中への、ちょっとした刺激が変わってきますので、ぜひ皆さんも参考にしていただければと思います。今日の動画が参考になったという方は、グッドボタンとチャンネル登録お願いします。Bレジェンドの公式 LINE ではお得な情報を配信しております。また、Bレジェンドの公式サイトでも新商品やセールのご案内をしておりますので、概要欄からチェックお願いします。それではまた次の動画で会いましょう。